どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回ですね、真の仲間の第5話の感想ですね。こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね。冒険者には戻らないというところで、 リットがもう冒険者を引退したから冒険者には戻らないっていうことをですね、薬装店の前にやってきたまこう冒険者ギルドの幹部たちにですね、言っていたりしたわけなんですが、こ,この時のね、ところでレッドと終身雇用契約を結んだっていうところはね、なかなかうまいこと言うなっていうふうに思ったところではありますね。そう。 なかなかそういうところはね、結構ほっこりしたところではあるんですが、またね、こう、まあ、レッドの方にもね、盗賊ギルドから、まあ、リッドとの手切れ金ですよね。こう、まあ、金をやるから手を切れっていう感じのことをね、言われていたわけなんですが、まあ、こう、レッドがですね、値千金だっていうところで、まあ、こう、まあ、スパッと断るところはですね、なんというか、交渉の余地すら与えない感じがですね、まあ、こう、さすがと、 いう風にね感じたところではありますあとはねリットが薬草店までやってきた人たちをですねこうまあ準備まあ回転準備があるからっていうことで、まあ、わざとね待たせようとしているっていうところとかねなんかそういうところがすごい見ていてね微笑ましいところではありましたそうこのわざとねわざと待たせようとしてるっていうところがちょっとね なんていうかこう、小悪魔っぽいというか、なんかそういうところがね、良かったなーっていう風に感じました。うん、感じましたというところで、まあ、にしてもね、レッドがリッドに対して、まあ、琥珀の指輪を渡した時の、こう、まあ、二人の雰囲気というかね、まあそういうところを見て、二人がね、このままうまくいけばいいなーと思うところではありますね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、 冒険者には戻らないというところ終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、惑わしの森でというところで、レッドがですね、ギデオンとして勇者のパーティーにいた頃の、まあ、話とかしていたわけなんですが、まあ、こう、実は、リッドの背中を押したのが、エランドララだったっていうところはですね、まあ、結構意外な感じではありました。 そう。なかなかね、結構そういうところで後押しされていたっていうところ自体ね、意外な感じではあったんですが、まだね、ヤランドララが、こう、レッドに実際ね、くっついていたりするっていうところを見て、リッドがだいぶね、もやもやした気分になっていたりしたわけなんですが、まあ、こう、素直になれないっていうところに関してはね、まあ、見ていて、ものすごく微笑ましかったところではありますね。 そう。まあでもなかなかね、そういうところはもやもやするかなっていうところではあったんですが、まあこう、なんていうかね、こう、素直になれないところが、まあいいところといえばいいところなんですけどね、なかなか難しいなっていう感じがあったんですが、まあそんなリットをですね、エランドララが、まあ、こう、レッドと助け合う関係になれるっていう風に言ってね、後押ししていたりとか、こう、ハイエルフはね、寿命が長いっていうことから、 まあこう一歩引いてる感じとか、なんかそういうところでね、なんていうかこう、リットのお姉さんというか、なんかそういう感じがしましたね。まあ、そんなエランドララがですね、こう本当にレッドのことを恋愛対象として見ていないのかっていうところに関してはね、もう少し様子を見た方がいいのかなっていうふうに感じましたね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、窓しの森で というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、魔王軍との戦いというところで、惑わしの森を抜けた先でですね、魔王軍との戦いになっていたわけなんですが、ルーティーがですね、レッドにおとりをやらせて、こう、心の中ではね、こう、申し訳ないっていうふうに思っていたりするところとかね、なんかそういうところが、 なんだかんだ普通にね、いい兄弟なんだよなーっていうことを思ったりしました。まあ、正直ね、リットがレッドをおとりにするっていうことに反対した時の、まあ、こう、ルーティーがね、こう、まあなんていうか、異論は認めないというかね、こう、有無を言わせない感じがですね、なんとも、こう、まあ、勇者というか、パーティーのリーダーらしい風格というかね、なんかそういうところがあったりするなーっていうふうに思ったりはしました。 それとですね、ルーティーの,魔王,軍との戦魔王軍との戦いっぷりですね。これに関しては、こう、敵の中にね、一人で突っ込んでいったりと、こう、なんていうか、相変わらず凄まじい感じではあったんですが、こう、なんていうかね、どんどん敵を倒していくっていうところに関しては、まあ、それでこそ勇者っていう感じでもありましたね。そう、本当に戦いっぷりがね、ちょっとこう、凄まじかったですからね。 なんかもう敵のこう死体が山のようになってましたからね。だからそれに関しては本当に強すぎだろっていう感じでした。またね、リッドが勇者のパーティーにね、加わらなかった理由として、まあ、こうレッドとルーティーの間に入るべきじゃないっていう風にね、考えていたからだったんだっていう、まあ、これもね、理由の一つではあるんですが、まあそれに関してはちょっと意外な感じではありましたね。 そういうところで、三つ目の感想である魔王軍との戦い、魔王軍との戦いというところで、えー、そうですね、三つ目の感想の方終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、リットがレッドのためなら、地位も財力もいらないっていうふうに言っていたわけなんですが、それだけレッドが好きだっていうふうにね、言い切れるところは、 いや、本当にすごいなっていうふうに思いましたね。そう。本当にそこまで言い切れるところがね、本当にすごいんですけど、なんていうか、こう、レッドとね、リッドを見ていると、なんていうかね、こう、二人にはもうちょっとね、こう、幸せなスローライフを送ってほしいなっていう気分になったりしたところではありますね。またね、勇者のパーティーの、まあ、ヤランドラ,ラと、ヤランドララと、まあ、こう、ダランの二人がですね、 まあいつレッドの元にたどり着くのかっていうところもね、まあ、ちょっと楽しみなところではあります。まあそういうところで、とりあえず次回の話がどうなるのか、今から楽しみにしていようと思ってますというところで、今回の真の仲間の第5話の感想ですね、こちら終わっておきます。で、今までにもね、今までにもですね、第1話から第4話の感想は、 それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも4本更新しておりまして、コミさんはコミショーですの第5話の感想と、最果てのパラディンの第4話の感想、そしてですね、セレクションプロジェクトの5話の感想と、異世界食堂2期の5話の感想ですね、 この4本更新してますんで、よかったらこっちの4本もね、合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、先輩がうざい後輩の話の第4話の感想と、ブルーピリオドの6話の感想、そしてですね、無色転生の16話の感想と、大の大冒険の第56話の感想ですね、この4本更新しますんで、よかったら 明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、うまさんでした。それじゃあまたね。バイバイ。